どうも、私がライでございます。今回ですね、まあ、現在開催されてますハロウィン大乱戦、星13のね、まあ、攻略動画ということでね、まあ紹介していくんですけど、まあ、ちょっと動画遅くなって申し訳ないんですけど、もうあとね、時間的にも、少なくなってきていると思うんですけど、あの特攻キャラね、まあ、今回あのハロウィン歌とハロウィンペローナいると思うんですけど、それプラス、まあ、10.5 周年の、ロージャー&レイリー&ギャバンとおでん、白ひげと、ガープ戦国いると思うんですけど、まあそういうねフル特攻で行った場合どういう編成になるのかっていうのをちょっと今回紹介しつつ、まあもしそのキャラがいない場合の代用キャラとかも紹介していきますので、うん、まあぜひともね参考にしてみてください。まあということでね、早速やっていきましょう。さあということでやっていくんですけど、まずフル特攻編成はこんな感じになってます。まあ今ね、私持ってないので、そういうキャラを一点も今回持ってないので、まあ一応代用キャラという形で、まあこういう、まあロジャー&白ひげだったらロジャー&レイリー&ギャバみたいな感じで入れてますので、ちょっとね分かりづらいかもしれないんですけど、うん、まあ、一応歌のところが、まあ、今回のハロウィン歌で、ペローナが超進化後のペローナで、おでんのところがおでん&白ひげかなのところで、ロジャー&白ひげが、ロジャー&レイリー&ギャバンと、でまあ今回ガープ戦国いると思うんですけど、まあ、あのキャラね、まあ、特攻キャラにはなっているんですけど、まあ、ちょっとそのキャラ入れてしまうと最終バトルの、しびれ5ターン来ると思うんですけど、それが解除できないので、まあ、ちょっとガープ戦国だけはちょっと入れれなかったです。うん、まあ、なんでちょっとベガパンク入れて、まあそんなポイントとしても変わらないので、一応これフル特攻ということで、まあちょっとやっていこうかなと。まあ一応ガープ戦国、持ってて他のキャラ持ってないよっていうのであれば、まあちょっとそこら辺をね、まあ入れつつ、まあギミック解除できるようにしていただけたら、まあ大丈夫なのかなって感じですかね。まああともしくはガープ戦国をベガパンクの代わりに入れて、サポートとかね、船とか、まあそういうので、しびれを解除できますよっていうのであれば、まあそういうキャラを入れていただいても、まあ一応問題はないかなという形になってます。私の持ってるサポートでちょっと厳しかったので、まあちょっとこんな形になってます。まあということで、まずフル特攻、話させていただくんですけど、まず第3バトルの方で使っていただきたいのが、ロジャー&レイリー&ギャバンの必殺ですね。まあ入れ替えと必殺使っちゃってもいいかな。で、レイリーの状態にして必殺使うっていう形でも全然いいんじゃないかなと、うん、いう形ですかね。で、あとは大丈夫かな。うん、あとはタップで削っていただければ大丈夫かなと。もし火力足りないのであれば、歌の必殺技もまあ使っちゃってもいいです。1体分なのであれば。うん。まあ、ただ使っていいのは右、まあ、自分の船長の歌だけですね。使ってください。まあ、あとは大丈夫かなと思いますので、そのまま、攻略していってください。で、続きまして第4バトルなんですけど、まあ、これはいろいろギミックが来るんですけど、使ってほしいのが、ペローナ、おでん&白ひげと、歌の超過と必殺技かな。まあ、必殺は使わなくてもいいかな。超過は使っていただいてって感じかなと。うん。まあ、もし第3バトルで歌の必殺使ったのであれば、第4バトルでは使わないでください。逆に第3バトルで使わないのであれば、第4バトルで使っちゃってもいいです。うん。ただしね、まあ先ほども言った通り、フレンド船長の歌だけは必殺使わないように気をつけてください。で、あとは、タップしていくって感じですかね。まあ、ちょっと必殺技の、順番なんですけど、まあ最初に歌の超過使っていただいて、その後ペローナ使うようにしてください。で、あとおでん使って、白ひげ使って、一定時ダメージ軽減とか解除していくって感じですね。うん。っていう形でいきましょう。で、第5バトルなんですけど、あとはね、もうこれ、歌の必殺技、超過と、ベガパンクの必殺技って形で使っていただければ、まあ問題なく、いけるかなと。まあ、ベガパンクはそうですね、おでん&白ひげの方でスロット影響上がってますし、歌の方で攻撃上昇も上がっているので、まあ上げてほしいのは基礎攻撃力かな。うん。基礎攻撃力上げちゃえば、まあ問題ないかなと思いますので。まあ火力的にも十分出ると思いますので。まあそんな形でやってみてください。まあ、ということでね、こんな形でやっていただければ、まあ大丈夫かなと、うん、いう形ですね。まあ、ガープ戦国ね、どうにかして入れたかったんですけど、ちょっとね、痺れの環境上ね、関係上、ちょっと厳しいので、ベガパンクって形で。ただ、ベガパンク 1.25 倍で、ガープが 1.3 倍なので、まあそこまでね、倍率変わんないと思いますので、確実に行くのであれば、これの方が全然いいかなと思います。
まあ、ということで、これがフル特攻ということでね。うん。まあ、ここからはちょっと代用キャラ。まあ、この1対1体に対する代用キャラ紹介していきます。こんな感じになってます。まあ、こんな形ですかね。まあ、一応、今回、例えば、そうですね。オーデン&白ひげがいない場合はハンコックを入れてください。でもしおでん&白ひげがいない場合はハンコックで代用していいんですけど、ハンコックで代用する場合は第4バトルで、まあ、一定以上ダメージ軽減が6ターンくると思うんですけど、それが4ターンになるまでちょっと待ってください。まあ、多分超お邪魔スロット変換とか来るんですけど、それもちょっとね消費していただいて4ターンになるまでとりあえず待ってください。その後にハンコックの必殺だとか使っていただければまあ大丈夫だと思いますので、うん、そこだけちょっと気をつけてやってみてください。はい。まあハンコックもし白ひげ&おでんを、代用するのであればハンコックって形でやってみてください。はい。で続きまして、ロジャー&おでんがもしいた場合、うん、ロジャー&おでんがいて他のキャラはいなくて他のキャラがいるよっていう場合はサボ入れてください。でなおかつ封じ解除できるねエース、サポートで入れてください。まああと他に、封じ解除できるキャラ入れるのであれば入れてもいいですし、でもしいないのであればグランテゾーロにして封じを一旦分解除できるようにしておいてください。まあこれで計7ターン解除するって形ですね。でまあこれで、同じく第3バトルか、第3バトルで必殺使っていただいて、まあ、スロット影響とか上げつつ、スロットをね連ストに変換させつつって形でやってみてください。でちょっと火力足りない場合はね、先ほど言った通り歌の必殺だとかね、まあを使っていただければうん大丈夫かなという形になってます。うん。まあ、ちょっとね私もちょっとそのキャラで言ってるわけではないので、ちょっと火力が足りるかどうかっていうのはね、なんとも、保証はできないんですけど、でも多分足りるとは思いますので、でバリア来てると思うんですけど、バリア来ていた場合はね一応ペローナが確かバリア貫通持ちだったような気がするんだよな。そうね、バリア貫通持ちでペローナもで、ハンコクにしていればハンコクもバリア貫通持ってますし、まあ十分、火力は出てくれるかな。まあその2体をちょっと主軸にして、タップしていただければ火力持てるかなと思いますので、うん、まあそんな形でやってみてください。で続きまして、ペローナなんですけど、もしペローナ、代用するよってなった場合は青生地ですね。うん。でもしペローナを青生地に代用するのであれば、同じく第4バトルで一定以上ダメージ軽減が4体になるまで待ってください。はい。これが条件ですね。でまああとはタップしていくという形で、まあ一応青生地なんですけど、まあその第4バトルで4体一定以上ダメージ軽減が4体になった時に必殺使っていただいてって形でうんやっていただければなという形にはなってます。うん。まあ、それでどうにかはなるかなと思いますので、これでちょっと周回してみてください。まあ、正直ペローナに関してはね、うん、代用キャラ誰でも一応大丈夫ではありますので、うん。まあ、それこそ一定時ダメージ軽減を、4ターンにしないといけないっていうのであれば、別にダメージ無効とか関係ないので、ペローナ入れなくても他のキャラとかで全然代用してもいいのかなと。うん。ただ倍率とかを見るとね、青生地がちょっと倍率高いので青生地を入れた方がいいのかなという形にはなってます。で最後歌の代用なんですけど、もし歌がいないよっていうのであれば、このベガパンクと、歌の位置を変えていただいて歌をマゼランにしてください。まあ、これでどうにかなるかなって感じですかね。うん。まあ、これであれば多分大丈夫かなと、まあ、周回できるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、歌そうですね、まあ、フレンド船長の歌は第4バトルで超過使うのと、ボス戦で膝使うっていうさえ守っていただければ、まあ、歌が船長にいなくても大丈夫かなという感じにはなってますかね。まあ、ちょっとベガパンクの船長効果の方で一応捨て玉機も解除できるので、これで解除しつつって形でやっていただければ、まあ、問題
いなくいけるかなと、うん、は思いますかね。うん、まあ、ちょっと私もこれね、実際に試してるわけではないので、ちょっと火力が足りない部分があるよとか、っていうのも出てくるとは思いますし、もしそういうのが出てきた場合、ちょっとコメント欄で書いていただければ、ちょっと対処をしようかなとは思っているんだけど、まあ、どれぐらい足りないとか、もうちょっと火力が必要ですよっていうのであればね、うん。まあ、ちょっとまた編成を変えてっていう、まあ、その場その場でちょっと変えていくしかないですね。私も、ちょっとね、持っていればいいんですけど、私も全キャラね。うん。ちょっとそれ、持ってないと実践はできないので。まあ、ちょっと本当に、保証はできないです。ただまあ一応、理論上いけるかなって感じで、うん、やっていますので、ぜひとも皆さん、やってみてください。はい、ということで今回はね、ハロウィン大乱戦ということで、星13の方のね、攻略で、まあフル特攻を持っている方から、無特攻編成の方まで、ご紹介させていただきました。まあ、もし無特攻編成で行くよっていうのであれば、まあ、このね、ギリギリの編成よりも、私が前回紹介しているね、編成とかで、やっていただいた方が、まあ、攻略はできるかなと、思いますので。まあ、ちょっとね、こちらの無特攻編成はちょっと行けるかどうか微妙なところではありますので、これで行くのであれば、他のね、編成をちょっと試していただいてっていう、形の方がスムーズにいくのではないかなと、うん、いう感じにはなってます。まあ、ただ例えばね、歌だけ持ってませんよっていう方とか、まあ、ペローナだけ持ってませんよってなるのであれば、まあ、この編成のね代用キャラをちょっと入れつつかね、うん、していただければ、まあ、いけるのかなと、うん、いう感じにはなってます。まあ、ちょっとね、本当は実践できればよかったんですけど、ちょっと実践はできませんので、まあ、その都度、ね、ちょっと攻略できないのであれば、コメントしていただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。